皆さんおはようございます。今日は日産のアルマーダを借りてみました。これはですね、日産の SUV で一番大きいモデルだと思います。残念ながら日本では販売していないモデルだと思います。ちょっとじゃあこれを走らせたいと思います。では早速走ります。ですね、まず第一印象一言で言うと、私この車非常にいいと思います。日本の日産の CM でやっちゃえ日産でしたっけ、なんかそういうキャッチフレーズがあるらしいんですけど、本当私これはもういいね日産というぐらい、衝撃というか、まあいい意味で衝撃を受けました。ですね、何かっていうと非常にこれ大きくて、サイズ的にはこの間乗ったシボレーのサバーバン、あとピックアップトラックのシルバーラードとほぼ一緒、車幅が203センチやぐらいなんですが、まあ非常に大きいボディで、でサバーバン、シルバーラードと比べてみても非常にこのアルマーダ、乗り心地、パワー、快適性負けてないと思います。ですから日本車で私今までこのクラスの車って乗ったことなかったんですが、アメ車の大きい車に負けないぐらいの性能を日本メーカーでも出されているんだなということを確認することができました。で先日乗ったですねインフィニティの QX60 と比べても正直私こっちの方がいいと思います。インフィニティブランドの方が日産の中では上位に位置するというのは分かるんですが、どっち買うかって言われたら私はアルマーダの方がいいなと。で、もちろん QX60 はちょっとジャンルがですね、違うので、日産ブランドだとパスファインダーっていうのがあるんですけど、おそらくそれとプラットフォームベースが一緒で、こちらはまたアルマーダはインフィニティブランドでまた別のが、QX90 でしたっけ、あるんですが、コストパフォーマンス考えたら、インフィニティブランドで高いお金を出すんだったら日産ブランドでアルマーダの方が、私はいいんじゃないかなと思います。これを日本で走らせるっていうのは、正直やっぱり幅203センチありますので、で、長さが5メーター30、5メーター40ぐらいあるので、かなり大きいとは思うんですが、非常に、乗っていて快適で、着座位置もやっぱり高いんですね。で視界も良好、見晴らしもいいと。ですからアメリカで運転する車としては私これすごいいいなと思いました。これですと長距離も、非常に快適に走れるんじゃないかなと思います。ですから日産でこういった車があるってことは、もちろんトヨタさんとかホンダさんでも同じように、トヨタだと私タコマは乗ったんですけど、タンドラは乗ってないんですが、おそらくタンドラに乗ってもこれと同じような、乗り味を感じられるのかなと。サバーバンやシルバーラードに負けないような力や快適性があるのかなと思います。このジャンル非常に私も今までほとんど乗ったことなかったんですけど、いいなと思います。ですから日本でどうしてもこのクラスってなるとランドクルーザー、トヨタのランドクルーザーになるんですかね、あれに乗ればこれと同じような感覚が得られるのかもしれないです。すいません、ちょっと今日珍しくロサンゼルス朝から雨で、しかも結構雨が強いですね。
余談ですけど、1月2月3月はあのロサンゼルス、まあ雨季っていうんですかね、実は結構雨が多くて、それ以外の季節はもうほぼ快晴。もう6月ぐらいから、まあ、年末12月ぐらいまで本当にもう雨なんか本当にめったに降らないんですけど、今の季節はなぜか雨が多いかなと。まあでもあれですね、この車非常に快適です。すごいですね、雨の中でもジョギングをするというのが。アメリカに来て私驚いたのが、雨ってあんまり関係ないっぽいんですよね。つまりまあジョギング今してますけど、犬の散歩も雨でも雪でもやるとというのがアメリカ流。いや犬も雨の中、しかもあの小雨とかじゃないんですよ、普通にザーザー降りでも散歩はするんですよね。それがまあちょっと私こっちに来て、カルチャーショックだったなと思います。今日は、雨で霧も出ていますので、まあ、フォグランプもつけて今走っています。で、道もやはり良くない、ロードコンディションはこう穴が開いてたり傷んでる、路面が傷んでるんですが、まあ、この車いい感じに衝撃吸収してくれますし、で静粛性も高いと、で力もありますので、非常に運転していて楽です。で確かにですね、あとは大きいので、まあ、取り回しがっていう話になるんですが、それは確かにあって、先ほどうちの車庫から出す時も1回切り替えしています。まあ、レクサスの RX350 なら一発でいけるんですが、これだと1回切り替えさないと出れないかなというのはあります。ただしつこいんですが、最近の車にはバックモニター、とセンサーがついていますから、まあ、モニター見ながら、あとセンサーを頼りにギリギリまで下げて切り返せば、昔のようにそんなに、まあ、神経質にならなくてもいいのかなと。まあなんでこの車でも日本でも行けるんじゃないかなと。ただちょっと心配なのが駐車場のスペースですね。そう、外出した時の駐車場のスペースで、まあ、隣の車とのまあドアとドアの間の幅が狭くなると、まあ、その辺はちょっと気にはなるとは思うんですが、まあ、それさえ気にしなければまあ行けるんじゃないかなと。でこの車ですね、まあ、もうすでに昨日少し走ってはいるんですが、私がいつも気にするシート、レザーです。このレザーシートはまたいいです。今まで乗ったレザーシートとはまた違うコンセプトなのかなと思います。具体的にはですね、まあ、おそらくなんですが、これでそんなに峠攻めるとかコーナー攻めるってことはないので、そんなにシートはホールド感はないです。なんていうんですかね、まさにソファーに座ってるような感じ、ゆったり座れる感じだと思います。でレザーの質もいいと思います。ですからこのシートも長距離乗っても疲れない、まあ疲れないっていうか、まあ疲れにくいシートだなと。ではいつも通り高速道路に乗ってみます。まあ、
今日は日曜日の朝、しかも雨が降ってるということで、車は少ないです。ですね、まあ、今普通に乗ったんですけど、力がありますので非常に合流するのも楽だと思います。ちょっとですね、ここ65マイル制限なんですけど、ちょっと皆さん飛ばしてるんで気をつけたいと思います。まあ、もちろんスピード出しすぎると事故の元っていうのもあるんですけど、結構パトカーが見えないところにいてですね、スピード違反で捕まってしまいますので、安全運転でいきたいと思います。非常に快適です。なんと言いますか、乗り心地もいい、力もある、視界もいい、本当運転しててストレスを感じない、そういう車だと思います。まあ、狭い道は感じるかもしれないですけど、まあ、こういった普通に高速道路とか一般道を走る分には非常に運転しやすいと思います。そういえば昨日たまたま日本の車メーカーのホームページを見てたんですが、この日産、例えば日産なんか最近新車を出してないという話を聞いたんですが、確かに私アメリカだとかなりいろんなメーカーがたくさん車種を出してるんで、いろいろ乗れるんですけど、まあ、日本だとアメリカほど車種が少ないんだろうなっていうのを感じました。で、まあ、セダン人気が落ちてるっていうことなんですが、でもまあフーガとシーマと、ティアナ、あとシルフィーですかね、まあ、この4つは維持されているんだなと。でティアナ見て思ったんですけど、どうなんでしょうね、まあ、ティアナで行くんだったらアルティマに変えちゃった方がいいんじゃないかなと私は個人的に思いました。ティアナ横から見たデザインがですね、ちょっとスタイリッシュじゃないかな、なんか昔からのデザインですよね、まあ、正面にしても、ちょっとなんかこう、まあ、年配の方を意識されているのかわからないんですが、私はアルティマの方が全然、今の新型ですね、新型アルティマの方がスタイリッシュで日本でも受けるんじゃないのかなと思いました。まあ、ですからわざわざアルティマの新型開発するよりは、あ、ごめんなさい、アルティマじゃない、ティアナの新型を開発するよりは、まあ、アルティマを右ハンドルで出しちゃった方がいいんじゃないかなと思いました。まあ、あとはこのアルマーダを、まあ、トヨタのランクルのように同じ位置付けとして出すのか。外観はこんな感じです。まあ大型 SUV です。車幅も203センチということでかなり大きいですね。デザイン的にも昔日産だとサファリ、まあ、今もあるんでしたっけね、あったと思うんですけど、あれにまあ似てるのかなと。ただ横から見た時は結構ですね、まあ、アウトドアっていうよりはまあ都会でも乗れるようなデザインだなと思います。で後ろはこんなデザインになっておりまして、グレードは SL、 アルマーダの SL になります。上から3番目のグレードだと思います。でガソリンで、5.6 リッター V8 だったと
思います。まあホイールも20インチですね、大きいで、ステップがついてますので、車高は高いですけど、乗り降りはしやすいかなと思います。で後部座席なんですが、やっぱり広いです。車自体は大きいですからね、後ろを乗られる方も非常に快適だと思います。でレザーシートで非常に質感も高いと。で3列なので、後ろの席はどうかっていうとこんな感じにクロリンパとシートが2列目が、畳まれまして、で3列目はこのような形になっています。昨日ですね、後ろのシート座ったんですけど、まあまあ、今まで乗った3列シートの車と比べたらいいのかなと。まあ、ミニバンはまあ、まあ、それに特化してるんでいいんですけど、 SUV で考えた場合、3列目もそこそこ快適に座れるのかなと思いました。で3列目がですね、背もたれが倒れるので、ここで調整するんですけど、まあ、こんな感じで背もたれが倒れますので、まあ、3列目の人も、まあ、快適に、まあ、2列目ほどではないですけどね、快適に座れるかなと思います。で、まあ、あと戻しますけど、まあ、構造上仕方ないんでしょうが、個人的にはこの2列目シートがですね、多少でも前に前後すれば3列目の方、まあ、もっと快適になるのかなと思いました。スペックなんですが、まあ、5.6 リッターの V8 エンジンを積んでいて、馬力が390馬力ですね。結構ありますね。なので、まあ、運転していてもかなりストレスを感じなく加速できるのかなと。でグレードがまあ4つあるんですが、一番安いやつは SV というやつで47,100ドル、510万円、520万円しないぐらいから、スタートします。で一番高いやつプラチナムリザーブ 4WD モデルだと66,100ドルということで、まあ、720-730万円するようです。まあでも日本のレクサスの SUV もっとしますよね。700万800万とか900万とか、まあ、そう考えるとまあ妥当なのかなと思います。まあこれのインフィニティブランド QX90 ですかねになると、まあ何がどう違うのかわからないんですが、私はもうすでにこのアルマーダでも非常に満足しております。内装は非常に質感も高くていいと思います。本当いいね、日産と私は思います。レザーが所々に使われていて、あとはもうこの辺ですね、先日乗ったインフィニティの QX60 よりも私はこの辺、まあ高級感が出てるかなと。かなり木目調で、ただですね、この車も、まあ、これ私がすみません見つけられなかったかわかんないんですけど、 Apple CarPlay に対応していなくて、でまあ標準でナビがついてるからいいじゃんっていうことなんでしょうけど、ちょっとですね CarPlay 対応してないと、まあ、こうやってスマホ携帯ホルダーを使わないといけないということで、ちょっと使いづらいなというのがあります。ですから普通、まあスマホさせば Apple CarPlay 認識して出てくるんですけど、まあこの車もインフィニティ QX60 も認識しませんでした。
まあ、音楽っていう iPod っていう風には認識したんですけど、 Google マップは使えなかったです。で、まあそうですね、まあ、この辺の中身は一緒ですね。インフィニティと共通です。あとはまあラジオ類とエアコンですね。で、上から3番目のグレードですけども、かなり装備も充実していて、サンルーフもついていますと。なので、上位グレードってさらに何がつくのかなっていうのは正直疑問です。やっぱりシートが重要だと思います。私は個人的にはアメリカで車を売れる車ってなった時に結構シート重要かなと。もう長時間乗りますんで、そういう意味ですと私はちょっと高くてもレザーシート選ばれた方がいいなと。これは私日本帰ってもちょっとファブリック布製よりもちょっと割高でもレザーの方が後々いいなと。やっぱこの間乗ったアルティマの S ってやつと SL という2つのグレード両方乗ったんですが、同じアルティマでもやっぱこうレザーであるというだけで正直全然こう乗ってる満足度っていうのが違いました。質感もいいですし、シートもいいですし、運転してて気分的にいいというので結構そこ重要かなと。私は今回アメリカでいろんな車乗って思いました。で、まあレザーシートは高くなってしまうので、まあ、例えばドライバーのシートだけレザーにするとか、まあ、助手席と後部座席はそんなに頻繁に乗らないのでファブリックでもいいんじゃないかと、まあ、ファブリックでもいいんじゃないでしょうかという設定がオプションであってもいいのかなと個人的には思いました。やっぱりハンドルもあれですね。で、いろんな車乗っててハンドルも思ったんですけど、同じメーカーでも車種によってハンドルの形状が違うんですね。この間の QX60 とこのアルマーダはまた違います。 QX60 はこんなここに突起はなかったかなと。でもうちょっと細かったかなと思います。これ面白いなと。でアルティマと、ローグはここは平らで、まあ、こんな感じで持ちやすいということで、結構ですね同じメーカーでも車種によってステアリングハンドルの形状が違うなというのを気づきました。メーター周りはこのようなデザインになっています。またこれはですね同じ日産でも違うデザインだと思います。日産アルマーダ以上になります。